はい、友坂翔吾です。では、ウィーレマイクラブやっていきたいと思います。今回はですね、ガチャを引いていきたいと思います。こちらですね、スペシャルエージェント。前回、十何枚、まあ、20人近く引いたんですけども、一応、インザーギが当たったということで、まだ残りレジェンドいますので、残りの2人を、引くべく、泣く泣く J リーガーも放出して枠を10に開けましたので、今49.7%ですね。これにかけていきたいと思います。あと残り10名引いていきます。頼む。1人目。金か。まあ2分の1で金が当たるのは仕方ないけど。はい、では続いて2枚目。51%ですね。黒来い。なんでだ。まだ金か。まだ金の方が高いか。うわぁ、もう、どうでもええが、ユベントス。はい、次いきます。残り8人。残り8人、54%。もう、やっぱり1人金来ただけでだいぶ跳ね上がりますね。さあ、もう半分は過ぎたぞ。これでもまだ金が出るっていうのか？よし、とりあえず黒。キーパー？ブッフォン？ブッフォン？違う。もう一人。ユベントスもう一人。はい。では4人目です。早いよ。ここに来てモブ顔。はい、じゃあ5人目。半分です。55%。半数以上来てるよ。よし、引かない。ここで引かない。残り半分。6人目。6人目。よし、黒からの引かねえ、まだ引かねえ。うわー、来た、マティウや。いらない。7人目。これでもまだ53%。残り4人。7人目は、うわー、金だ。はい、では残り3人ですね。8人目。黒、黒。引いた。走らない。走らない。はい、9人目。残り2人です。55%。まだ黒の方が高い。高
高いんだけど。それでも金が来る。パーセンテージは関係ありません。さて最後です。最後、正直外れです。最後は 59% まで上がってるんで、黒は絶対条件。バカだな。いまだに来ない。もう引けない。いける？62%。金が来るのは皆無。最後、ほんと最後だわこれ。11人目、11。あれ、さっきラフィーニャいなかった。はい、ということで、11人引きました。大外れです。なんも言えねえ。いや、リアクション取りづらいんだよね。一人くらい当たりが来ないと。一応多分ね、今回もレジェンドガチャがもう今週が最後なのかな。いや、まだわかんないですけどね。一応それにかけてみましたけども、出ませんでした。まだ明日アップデートを木曜日して、でどうなるかわからないですけど、まあ何かしらまだ CL ガチャが残ってんのかな。間取り同士が出るやつが来るかもしれないので、またそこでクリロナも狙っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回はハズレです。